ではレッスンに入る前にウォームアップをしましょう Begin beat with a beat. 昨日のストーリーに登場したこのフレーズを覚えていますか「I have a headache. 私は頭が痛いです」という意味ですねではこのフレーズをビートに合わせて発音しましょうまずは私がダイアナとやってみます「I have headache a I have a headache」 I have a headache I have a headache. はいでは今度は皆さんの番ですよ。I have a を一気につなげて言いましょうね。I have a headache.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  いいリズムに乗ってウォームアップができましたねでは今日のレッスンを始めましょう <on> 肩のみのみ効果は Let's start! <S まずは今日のストーリーを聞きましょうシュンタは玉の肩をもんでいます OKLet's、okay. listen to the story Oh, that's good. <sighs> okay, all done. I feel better now. Thank you, Shinta. No problem. Now, it's your turn. Oh, no thanks. Don't worry. I am a great back rubber. Power mode on. No. It s okay! <S はい、ストーリーはどうでしたかタマはシュンタに肩をオんでもらって気持ちよさそうでしたね。Words and phrases。では、今日のストーリーの中から大切な語句の意味を確認して発音練習もしていきましょう All done! すべて終わった。済んだ。I feel 私は何々だと感じます。better より元気な。より良い。Thank you. ありがとうございます。No problem. どういたしまして。Turn。順番番。No thanks。いいえ、結構です。Back rubber 肩や背中をマッサージする人。では、クリストダイアナに続いて、リピートしていきましょう。意味を思い浮かべながら、言いましょうね。<All done. S 3> I feel better。thank you。no problem。turn。no thanks。 グッジョブではもう一度ストーリーを聞きましょう今練習した単語やフレーズも確認しながら聞きましょうね Let's listen to the story again. Oh that's good!OK! <sighs>、okay, all done! I feel better now! Thank you Shinta! <laughs> No problem. Now, it's your turn. Oh, no thanks. Don't worry. I am a great back rubber. Power mode on. No, Tama, it's okay. では、英語とその日本語訳を聞きながらストーリーの内容を確認していきましょう、oh, s <S おお気持ちいいでござる、okay. <All> done. よしこれでおしまい I feel better now. さっきより良くなったでござる Thank you, かたじけないしゅんたどういたしまして。 Now your turn. 今度はんたの番でござる Oh, no thanks え遠慮しておくよ <'t> worry. 心配無用でござるよ I am a great 拙者はマッサージが上手でござるいいよタマ大丈夫だから。 シュンタの肩を揉むためにタマはパワーモードをオンにしていましたね。パワフルすすぎなないか、少し心配ですねになりきってアク このコーナーでは英語らしくセリフを言うコツをつかんでいきましょう。今日のセリフは今度はシュンタの番でござる。これはシュンタに肩もみをしてもらったタマが今度はシュンタがマッサージを受ける番だと言っているセリフです。your を強調して言いましょう。このように強調して言うことを強制を置くとも言います。 文の中でどの語句に強制を置くかは文の意味や前後関係によって変わりますこのセリフ全体では Now your turn こんなふうになりますではこのセリフをダイアナに続いて言ってみましょう Now your turn. はい y o u r に強制を置いて言うことができましたか

Thank you, Shunta. No problem. Now it's your turn. Oh, no thanks. Don't worry. I am a great back rubber.

答えたりできるです今日のフレーズは I feel better now 私は今はさっきより気分がいいです better はより元気なより良いという意味でここではさっきと比べて元気ということです better を使って以前と比べて体調が回復したことを表すことができます いくつか例を見てみましょう「君は今はさっきより元気そうに見えるね」you look better now. はい「Look Better で」でさっきより元気そうに見えるということですねそしてもう一つ「あなたはさっきより元気そうな声ですね」you <sound> better. はい「You sound better」はあなたの声は何々のように聞こえるという意味です You sound better. で、あなたはさっきより元気そうな声をしているということになりますね。では、それぞれの文をリピートしましょう。You look better now.You sound better. では、相手や自分の体調について次のように言ってみましょう。1 あなたはさっきより体調が良さそうに見えます。どうぞ。<look> はい、うまく言えましたか。さっきより体調が良さそうに見える。ですから、look better を使えばいいですね。Two。私はさっきより気分がいいです。どうぞ。 I feel better. はい今度はさっきより気分がいいということですから「Feel」を使って「IFeelBetter」と言えばいいですね「Better」を使ってそれぞれの文をうまく言えましたかここにも注目ここでは今日のストーリーの中からもう一つポイントを見ていきましょう。 ストーリーの中の春太のセリフ No problem は文字通りには問題ありませんという意味ですがお礼に対してどういたしまして気にしないでと応じるときの表現としても使いますお礼に対する返事の仕方は他にもあります例えばあなたが頼み事をしてくれるのは歓迎ですよ You're welcome また助けが必要ならいつでも言ってね Anytime お役に立てて嬉しいです My pleasure それからこんなのもありますよ大したことはしていませんよ Not at all はい、このような表現があるんですねではそれぞれの文をリピートしましょう You're welcome Anytime はい気持ちを込めてリピートすることができましたか write it. さあでは今日のレッスンの仕上げをしましょう c a n d o フレーズをよく聞いて書き取っていきましょう I feel better now. このフレーズですね。 紙と筆記用具の用意はいいですかテキストをお持ちの方はテキストに書いていきましょうね。ダイアナが3回読んでいる間に書きましょう。どうぞ。はい、どうでしたかしっかり丁寧に書くことができましたか この放送のあとでも自分で声に出しながら書く練習をしましょうねでは最後にもう一度今日のストーリーを聞きましょう It's your last chance to listen to the story. Oh that's goodOK <sighs>、okay, all done I feel better now thank you ShintaNo problem now It's your turn! Oh! No, thanks! Don't worry! I am a great back rubber! Power mode on! No! Tama! It's okay! I wonder if Shunta got that back rub from Tama after all. <laughs> if so. はい、結局シュンタはたまに肩を揉んでもらったんでしょうか。パワーモードでもやりすぎないように、たまには気をつけてほしいですね。では、また明日、レビューのレッスンでお会いしましょう。Great job. Until next time.